おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。前回、ソウさんの本当のお名前がわかりましたね。ソウさんの本当の名前は、月見真君。そして、4枚の名簿の意味もわかりましたね。デスゲームの勝率表だと。そこで、勝率が 0% だったので、ソウ君は自分を捨てることにしたと。で、そこからね、名前がない他の人たちで、これは何の違いがあるのだというので、参加者と候補者という言い方の違い、使い分けの話が出てきました。そこでね、候補者ではなかった人は誰なのかっていうのを今ここで選ばなくてはいけません。それが、なおちゃんですね。やっていきましょう。はい。なおさん。はい。あなたが、身代わりを持ってますね。この名簿には、優勝の資格がある候補者の名前が書いてあったんです。可能性 0% の月見真ですら名前が載っている。しかし、ナオさん、この中で、あなたの名前だけが載っていない。モニタールームにも、ナオさんの人工知能だけがなかった。いや、初めからナオさんの人工知能なんて存在しなかったんです。あなただけが、候補者の条件を満たしていない、部外者だったから。だからガシューは、ナオさんを殺そうとした。最も死亡するリスクの高い身代わりを、ナオさんに送りつけたんです。これがお前の不正だ、ガシュー。素晴らしい、さすがサラ様、圧倒的思考力、想像力、皆様の協調性、一致団結、解いてしまった歌集の拙いクイズなど、これぞ選ばれし者です。終わった。力が抜けていく。長い長い議論、その果てに得たんだ勝利。ひとときの生存を。ごめんなさい、皆さん。ずっと、身代わりのことを黙ってました。どうしても、不正を暴けなかった時のことを考えると、言い出せなくて。ナオさんは悪くない。ナオさんは悪くないです。悪いのはすべて、ガシューだ。答えるんだ、ガシュー。候補者とは、このデスゲームとは、何なんだ。一言だけ。皆様、自分の生い立ちに疑問を持ったことは？え？それが、私からの最初で最後のヒントです。最後、だと。地動院サラ様。あなたは、フロアマスターの規約について、重要な部分を見落としている。規約？はっきりと書いてあります。4. メインゲームで不正があった場合、不正者の死をもって続行するか、あるいは24時間後にやり直しをすること。ガシュー、お前。え？そして私は約束しました。規約通りに任務を果たすと。私の命で責任を取れば、メインゲームは続行なんですよ。
やめ！皆様、勝ち残ってくださいね。嘘だよ！こんなこと！死にやがった！ガシューのやつ！そんな、そんな！ありえない！終わりのはずだろう！こんなのはもう！はじめから、このつもりだったのか。なんで？私たちは、たった一日の延命のために、しつこく命がけで食いたかったんだ！それなのに、それなのに、ガシューは、あっさり自分の命を捨てた！あっさり、希望を打ち抜いた！なんでそんなことができる？悪魔！ハンナキ、頼む、非常事態だろ。メインゲームを中止に。できません。私が代理進行をするだけです。そんな本当に続けるんですか？これは全てルール通りなんです。拒めば皆さんが死んでしまいます。こんなの絶対におかしいです。お願いです。24時間とは言いません。せめてやり直しを。ごめんなさい。何でもします。何でもしますから、お願い。ごめんなさい、ごめんなさい。ナオさんは身代わりだ。誰も投票する人はいない。そして私たちもこれから選ばなきゃいけない。平民のソウさんかカンナを。最終決戦。嘘だ。ナオちゃんは身代わり、おまわりさんは鍵番。投票するなら、そうかカンナちゃんしかいない。どうせ、投票先は決まってるんでしょ。みんな。選べないよ。選べるわけがねえ。全部さらけ出したもう仲間なんだよ。シン君はもう立派な仲間なんだよ、私たちの。カンナちゃんのことも選べない。そう。どうしたらいいんだ。皆さん、投票してくれませんか？できないよ。ちょっと待ってくれ。どうせ投票先は決まってるんでしょ。みんな疲れた。どんなに貢献してもみんなは僕を選ぶんだろう。
は？何を言って。投票は、カンナにしてください。何言ってるかじゃ、カンナ！わかってるはずです。ソウさんとカンナ、どっちが不要か。バカ！そんなの！もともとカンナは、サラさんの身代わりを交換しようとした時から、死ぬつもりでした。カンナ。お願いです。カンナにできることは、これくらいしかないんです。その代わり、ソウさんを、信じてあげてほしいんです。本当は、悪い人じゃないから。なぜ、何も言えない。カンナが、命を捨てて、ソウさんを守ろうとしている。私は、黙って見ているだけなのか。カンナ！ふざけるなよ、カンナ！ソウさん。くだらない！何が自己犠牲だ！やっぱり子供だよ！カンナは、自分が死ねば全部解決するって勘違いしている浅はかな子供だ！もう、気持ちは変わりません。黙れよ、カンナ！みんな、もう結論は出てる！さっさと投票だ！サラ、お前は僕を心底嫌ってただろう！僕が憎いだろう！こんなチャンスは、もうないぞ！ソウさん。カンナには、ハッキングもできないし、知恵もありません！黙れって言ってるだろう！カンナ！思い出してください！一回目のメインゲームを！カンナたちは、カイさんを犠牲者に選びました。気持ちではなく、生き残るための利を選択したんです。でもそれは、失敗なんかじゃない。本当の失敗は、ブレることです。信念を貫けない弱さです。やめろ。今こそ、脱出するための利を選ぶ時なんです。選ぶべきなんです！もうやめろ！投票の時間です。これ以上は、待てません。投票パッドに触れてください！みんな死んでしまいます！わかった。おまわりさんは、カンナちゃんに、投票したよ。刑事！ありがとうございます。冗談じゃねえ！見損なったぜよ、刑事！大人のために、子供を選ぶなんて、やっちゃならねえ悪魔の選択肢ぜよ。俺は、ソウに投票するぜよ。その通りだぜ、キュー太郎。私は、カンナが足手まといとも思ってねえ。投票するのは、ソウだ。それでいい。これで自己投票を入れても3対2だ。銀、君も投票しやすいだろ。インカのこと大嫌いだけど、死んでほしいわけじゃないよ。本当にそうだよ。
次は君を利用して殺す。私が決める。キン君には背負わせられない。銀が責任を負うことはない。フラリーちゃん、カンナに投票すれば3対3の同数になる。銀の投票で誰かが死ぬことにはならないんだ。そんなこと言ったらフラリーちゃんの投票で。いいんだ銀、責任は私が取る。バケツ王者に投票したいな。あとは私だけだ。私の投票で全てが決まる。決まってしまう。誰だ。なおちゃん、やりましたね、サラちゃん。なおさん、覚えていますか、身代わりの勝利条件。決戦投票で同率1位でも勝利なんです。今、ソウさんが3票、カンナちゃんが3票、そして、身代わりの私は、2票分、自分に投票ができます。サラちゃんが私に投票してくれれば、全員3票、同率1位で、勝利できるんです。なんだと！二人で、お家に帰りましょう。サラちゃん。サラ姉ちゃん、しないよね、そんなこと。投票する人を選んでください。ちょっと考えさせてください。ここで絶対にストーリー分岐があると思うんですよ。これ刑事さんに入れたらどうなるんだろう。カンナちゃんとソウ君が同票、その時ってどっちも死ぬんだっけ。どうしたらいいんだ私は。もうね、カンナちゃんもソウ君、いやシン君もナオちゃんのことも大好きなんですよ。すごい、もちろんね、ソウ君に関しては憎たらしい部分めちゃくちゃあったけどさ、それは全部やっぱり最初に突きつけられた絶望のせいだった。だって本当はいい人なんだもん。カンナちゃんのことをまあ利用したって言ってしまえばそれまでかもしれないけど、本当にカンナちゃんには死んでほしくないと思っているのはわかるし、カンナちゃんのことを思ってお姉ちゃんのスマホの内容を書き換えたのもソウさんの優しさだと思ってるから、そういうところはね知ってるからさ。カンナちゃんは自分に投票しろって言ってるんだよね。私がこれから選択するルートで最終章は進んでいこうと思ってます。もちろんその二章後編のエンディング分岐も見るつもりではいるんですけど、そうなると、まず、なおちゃんを選ぶのはない。なおちゃんを選ぶのは、もう本当に、バッドエンド。まあ、皆殺しエンド、みたいな感じになるんじゃないでしょうかね。で、どっちに投票するかなんですけど、私がサラちゃんだったら、自分の身を犠牲にしてまで生きててほしいと願ってくれる人に、投票することはできない。
それほどまでサラちゃんのことを思ってくれてるカンナちゃんのことを、私は、裏切れない。投票しろって言ってても、言ってても、死なせたくない。そうくん。ごめんね。それでいい、サラ。君は僕を殺したいほど憎んでいた。そうでしょ？違う。そう、です。ソウさんを、殺したいと思ってました。だから、あなたは、間違ってなんかいなかった。それじゃあ、結果を発表します。鍵番は、しのぎ刑事。賢者は、パーガーバーグ九太郎。身代わりは、絵心なおでした。そうですか。これが、サラさんの答えなんですね。ナオさん。不思議ですね。さっきまで、怖くて止まらなかった震えが、決まった瞬間から、なくなってるんです。みんなを、裏切らずに済んで、よかった。ナオ。レコちゃん、あなたと出会えて、よかったです。それは私の方だ！ナオがいなければ、私は、ありがとう。ナオ！あっちで、先生に会えるでしょうか。え、完成させたかったな。それでは、処刑の時間です。待って！サラさんには、これを。これって、なんでだ？これは、即死スイッチです。長く苦しませたくなければ、押すしかありません。始まります。なおちゃん。あ、なおちゃん。ごめんね。ごめんね。押せない。押す。押す。押す。ごめん。ナオは息絶えた。ナオちゃん。先生、
めんなさい。先生にあげるプレゼント、まだ、書ききれてなくて。大丈夫です。これからは、たくさん時間がありますから。はい。押せなかった。ボタンを。死にたくないと、最後までナオさんは、押せるわけがない。私は、また、守れなかった。また、死んでしまった。次は、ソウさんです。待って！もうやめて！お願い！ハンナキ！どいてください。装置の作動を、ソウさんを、仲間を殺さないで！頼むから！仲間、か。くだらない。くだらないよ。もう、言い残すことは、ありませんね。処刑を、開始いたします。僕は死なないよ。え？お前たちの思い通りになるもんか！首輪が、出口は、あっちか！無駄です！この施設内には警備システムが！あ、こんな武装まであったのか。やっぱり、ダメかな。情けないや。ここまで、やったのに。信じるべきだったのかな。みんなを。サラさん。実は、一つだけ、君の推理は、間違ってる。僕が、それを教えてあげるよ。最後の、プレゼントだ。ソウさんは、どこに？どこに？ソウさん。あれだろうか？何かに導かれるように、足が向かう。予感のような、何かが私を呼んでいる。瓦礫の部屋？そうそう！シンくん、ごめんなさい。ごめん。ソウさん！ソウさんは、ぐったりとしている。そんな、ダメ！せっかく、首輪を外せたんじゃないですか！誘拐犯の思い通りにさせないって、言ったじゃないですか！お願い！返事をしてください！
いくら揺さぶっても、ピクリとも動かない。呼吸をしていない。そんな。ソウさんはすでに、こと切れている。ソウさんまで結局みんな死んでいく。私が何をしてもどんなにあがいてもすべて無意味だった。無力だった。もう私は立ち上がれない。何？鼻かみすぎて鼻血出てきちゃった。モニターから音が聞こえる。なぜついているんだろう。いや、そんなの、どうでもいい。もう何も考えたくない。今さら何も変わらない。私の行動なんかじゃ、何も。みんな死んでいく。ここにいる、ソウさんのように。違和感。なぜこんな体勢で、ソウさんは、まさかソウさんは、機械を操作しようとしていた。よく手元のキーボードを見ると、操作したような血の跡があった。このモニターをつけたのは、ソウさん？でも、何のために？私はモニターを覗き込んだ。ジョー君。あれ？え？また、何の冗談だ。見知った顔がそこにある。いつも学校で顔を合わせていた親友の顔。プレゼントってこれ。ジョー、サラか。どうなってるんだ俺。ありえない。また幻影だ。私はついに壊れてしまったんだ。だって、蝶の人工知能なんか、あるはずが。でも、今の私にはそんなこと、どうでもいい。蝶！蝶なのか！おい、おう。私は、私は！サラ？サラ？なんで泣いてんだよ。私は何もできなかった。お前を殺してしまった。親友だったのに。サラ？全員で帰ろうって、一緒に脱出しようって、みんなと誓ったんだ。なのにみんな死んじゃった。三島先生もカイさんもアリスさんもナオさんもソウさんも誰も守れない。誰も救えない。
しまったんだ。しっかりしろよ、サラ。そう。いつからそんな弱音を吐くようになったんだ？だって。そんな涙、サラには似合わねえよ。なんて、冷たいよ、そう。俺たちは、気づいたらよくつるんでたよな。昼休みにくだらない話したりさ、放課後に買い食いして涼子ちゃんに笑われたり、俺の成績が落ちた時サラの方が焦ってよ、勉強を教えに行くって聞かなかったっけ。ずるい、ここでプレイヤーはずるい、ずるい。あ、カラオケ行って無茶振りされたのも覚えてるぜ。全力で歌ってやったら、サラめっちゃウケてたな。すげえ。毎日楽しかった。嫌なことあって楽しくねえ日は、サラが声をかけてくれた。サラ、俺はお前に感謝しか感じてねえよ。感謝。裏切るとか死んだとかよくわかんねえ、そこの記憶はねえから。でも俺は知ってる、サラはいつだって俺が信じる選択をするってな。そう。サラは俺が恨んでるとでも思ってんのか。なめんなよサラ、俺はそんな小さい男じゃねえって。だからもう泣くなよサラ。生意気だ、ジョーのくせに。サラ、自分を信じろ。俺はいつだってついていくぜ、犬みたいにな。ああ、そうだ。あれだな。なんか、まあ、こういうの異性だから言いづらかったけどさ。大好きだぜ、サラ。お前は、俺の最高の親友だ。私もずっと言いたかった。ジョーは私の最高の親友だ。もう
泣かないよ。私は負けない。ずっとそばで見ていてくれ。ああ、ありがとう、ジョー。それに、ソーさん。ずっとまとわりついていた。私の作り出した、偽りの幻影が。でももう、幻影なんて見ない。前に進む。このデスゲームを終わらせる。ソラ、私はもう平気です。ソラ姉ちゃん、お前さん顔つきが。聞いてください、みんな。私たちはもう殺し合いなんてしません。もう二度とあんなことはさせない。私がデスゲームを終わらせる。乗るよ、たとえどんな困難が相手でもね。俺だって戦うぜよ。ああそうだ、ナオとアリスの仇も討つ。私も、もう誰も死んでほしくない。ソーダンの悔しさを思い知らせてやるにゃ。もう折れない。みんな覚悟はできていた。私たちは迷わない。掴み取る未来を。君が死ね、第2章、終わり。誰だ？誰だ？あれ？父ちゃん？お父さんじゃないよな。よくやってるね、サラ。あなたは、お父さんよ。お父さんは嬉しいよ、生き残ってくれて。さあ始めようか、最後のデスゲームを。最終章へ続く。多分これは、押したら次に進んでしまうと思うので、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。第2章が終了しまして。ソウさんの最後のプレゼントは、その、サラちゃんがずっと間違ってるよ、推理って言ってたのは、ジョー君は恨んでなんかないっていうことを言いたかったんだろうね、きっと。ソウ君のおかげで、いや違う、シン君のおかげで、私たちは前に進むことができる。次回から、他のエンディング分岐を見ていこうと思います。ですが、どのエンディング分岐を見ても、私は今見たこのルートで進んでいこうと思ってますので、よろしくお願いします。また次回。おつぴよです。